はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。皆さん、ウォークライは好きですか？僕は大好きなんですよ、このテーマ弱すぎてね11期最弱とか、11期最強とか、まあ、いろんな意見が分かれているこの最強テーマなんですけれども、今回ね、診断で春化粧が追加されまして、で春化粧って地属性モンスターを特殊召喚できる効果を持ってるんで、一応ですね、いろんなテーマ強化されてるんですけども、ウォークライさんもね、地属性なんですよ。というわけで今回は春化粧入りウォークライデッキを分回していこうというふうに思っております。ですね、ティアラメンツ環境でこのデッキ使おうとしてるの頭バグってんですけど、ちょもう高校は捨てまして、今回ね、なんとか先行だったら割と勝てるように構築してきました。はい、もうメタカードありえんくらい入ってんですけど、そのテアラメンツを意識するためにね、暗闇を吸い込むマジックミラーとかサーモンリミッターとか、ソウルドレインとかね、こういうカードももはやガン詰めしまして、でこの辺のカード、あとまあ普通にその午前試合とか群雄割拠も刺さるパターンがあるんで、こういうカードを入れまして、でこの永続トラップを発動した上でなんとかして環境に抗っていきたいというふうに思っております。はい、で春化粧の効果が、普通に手札を、捨てると、モンスターまたは春化粧モンスターを捨てると、なんかしながら、墓地からモンスター特殊ができるような地属性をねいう効果があるので、これで一応そのバシレオスとか、それからまあメテオラゴンみたいなモンスターを出していけると。でね、このねデッキっていうか、このモンスターたちの弱いところはね、うららめっちゃ買うのと、あと増地も1枚ドローさせるんですよね。でウォークライの強いところって、増殖する G とかうららとか踏まない、ほとんど踏まないってことだと思ってるんですよ。まあ一応ザ・ロックオブウォークライとか踏みますけど、まあ貫通はできるんでね、もっと積み木してればね。なのでそのガン積みして春化粧に寄せると誘発が重くなるから、だからね、一応ね、なるべくその最小枚数に抑えまして、で基本的にはこの、スターブラストっていう意味不明なカードを使ってバシレオスを展開していくという感じでいきたいと思ってます。はい、でバシレオスとか、メテオラゴンがいる盤面にいる状態だと、このミディアムっていうね、これ1個前だっけな、パックで追加された、このカードで、メインフェーズ一応スキップする可能性があるんですよね。特殊化されたモンスターが相手フィールド上にいないといけないんですけど、自分のフィールド上にレベル7以上のウォークライがいれば、お互いのメインフェーズ1の間にお互いにフィールドのモンスターの効果発動できないよという効果があるので、これを発動してバシレオス出して、実質メインフェーズ1スキップを、強要しながら永続トラップで戦っていくみたいな感じの、構築となっていますね。はい、まあ実質、クライムを吸い込むマジックミラーもサモリミッターも、ソウルドレインも、まあ、ウォークライカードみたいなもんなんでなんかこの辺のカードはね、もはや、ウォークライカードみたいなもんなんで、まあ全デッキカードがウォークライという話ですよ、このデッキは。スターブラストもウォークライカードみたいなもんなんで、あ、ちなみに高校は完全に捨てれますんで、よろしく。デュエルスタンバイ。さあ、いよいよ11期最強を決定する時が来たようですね。まずはザ・ロック・オブ・ウォークライを発動。ウォークライバシレオスを手札に加えさせていただくぜ。意味わかんねえよな。意味わかんねえだろうな。この謎カード。これウララ踏むんで、ちなみにウララ踏むんですよ。あ、バーミリオンデクレアラ。は。は。これ踏むからな。やっぱスターブラストでいいんだよな、これ多分マジで。これなんか春化粧なんかさ、誘発踏むんですよね。誘発踏むんですよ、こういうなんか、まあ、これスターブラストだと踏まないし、スターブラストでバシリオス出すだけだと踏まないから、ケルドの効果発動するよね。でケルドの効果発動して、私のバシレオス君たちがもろとも、墓地からできるものされて特殊召喚ができなくて、ソウルドレインと何でしたっけ、でクライムスイッチマジックミラーセットしてエンドレスはアルティメット最強ウォークライカードと言われている、暗闇を吸い込む、マジックウォークライ と、マジック、ウォークライドレインを、セットしてエンド。ゴミが、ゴミデッキが、ゴミガスデッキが分からせてやるからな、マジでマジで分からせてやる。これ発動した方がいいかな、これ発動しよう。
発動してもうなんか墓地にカード送られた時に発動したらちょっと遅いから一発発動しておいて、でペルレイの、あ、ペルレイの面倒、まあ、大丈夫か、ソウルドレインあるから言うことできないわ。でもソウルドレイン、あのちなみにペルレイのはデッキからカード戻ると相手のカード赤いセット効果あって、まあ、石突きメイクとかで起動されるんでそれだけ注意ですね。なんか頑張って永続とか貼ってもね、このペルレイのとかあとハートベースっていうなんか魔法トラップ除去できるギミック、あのデッキ欄に入ってるのマジキモい、このデッキマジでキモいスクリーム、いやこれで6枚持ち返して石ず落とされてさ、ペルレイノでさ、普通にクライムを吸い込む マジックミラーとかこのソウルドレーンとか破壊されるんですよ。これ頭おかしいですよね、このデッキ。いやマジでちょっと頼む頼む、マジで石ず落ちないで、石ず落ちないで、石ず落ちないで、落ちたキメ。あ、でもあれか、ティアラメンツネーム落ちないわ、ティアラメンツネーム落ちないから大丈夫だ。ティアラメンツネームが落ちなければティアラメンツカードが戻んないといけないから、ペルレイノ、一応ケルドは落ちたが、あ、落ちてもいいのか、大丈夫だ。ケルドは落ちても大丈夫だ。墓地のカード今発動できないから大丈夫だ。ごめん。完全に俺が使いこなしてない。墓地のカードが発動できないから、フィールドで、石図カードが召喚されなければ。弱っ、ちょ、ゴミ弱いんだよ、ちょっと助けて、助けてください。誰か、誰か助けてください。世界の中心で愛を叫んだ男。あ、インスタンティングフュージョン来た。インスタンティングフュージョンいいよ、大丈夫。キトカロスでしょこれ。1ミリもウォークライ絡んでなくて草なんだけど、これディグネティセットしてるだけでっていうねこれ何デッキだよこれ一体全体何デッキだよみたいなところのバトルフェーズ、はい、これ2800殴れないよね。インスタントフュージョン出してるから殴れないよね。インスタントフュージョン出したモンスター殴れない。 OK で一応、エンドフェーズ破壊されるけど、キトカロス破壊されて墓地肥やす効果は闇ミラーがあるから、破壊、されても効果発動できない。オッケー全然問題ない。おっと、相手簡易融合ちょっと無駄遣いだったんじゃないか。とりあえず金満で謙虚な壺を発動していくぜ。金満で謙虚な壺を発動しカードを6枚除外することによって、これさすがにモンスター引かなきゃやばい。生き物ミディアム、あ、ミディアムあった、オッケー、ミディアムあるならいい。で、あ、オッケー、あ、全然問題ないね。じゃあね、ミディアムだね。これで一応特殊召喚に、したモンスターが相手フィールド上にいるとメインフェーズ1スキップされるみたいな効果も起動できる可能性が高い。でウォークライミディアム、発動、ウォークライミディアムの効果、ウォークライカードを、ウォークライ魔法トラップカードを1枚セットできる。で、ザ・ロック・オブ・ウォークライを発動、ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果によって、デッキから特定のカードを手札に加えていく。これによってウォークライ、一応はバシリオスでなんか不正あるしな、一応、まあ多分なんかサリニックとかそっち系な気がするけど、バトルフェイズ。さあ、ザ・ロック・オブ・ウォーカーの効果発動。ザ・ロック・オブ・ウォーカーの効果により、ウォークライ・バシリオスを特殊召喚。バゴーン、行くぜ。これ多分サリニック、ああ、それか。それはいいわ。で、アギド、効果発動できない。リザードも効果発動できない。ソウルドレイン最強。ソウルドレイン最強。よし。で、打点が一応上げて、メインフェイズ入って、でこれでセットして、でエンドですわ。よし、サモンウォークライも引いたので、これサモンウォークライ、暗闇を吸い込むウォークライ、ウォークライドレインが発動されてるんで、これ多分いけますね。これさすがにいった。こんだけメタカードバチコリと発動できてるから、さすがにいってるはず。いらね。じゃあミディアムの効果発動するか。ミディアムの効果発動、ミディアムの効果でザ・ロック・オブ・ウォークライをセッティング、でザ・ロック・オブ・ウォークライの効果を発動。ザ・ロック・オブ・ウォークライの効果により、デッキから特定のカードを1枚手札に加えていく。これはフォティアでいいか。そして、モンスターを攻撃表示で召喚、フォティアバトルなんか出したカード、引いたカードなんか普通に出してるだけっていうね待って、これあれか、一応ダメ捨てた方がいいのか。これハウフニス起動できちゃうから、一応まあ起動できたところみたいなのだけど、一応ハウフニスが起動されるパターンあるんで、多分これあれですね、ダメ捨てで発動しに行った方が基本的にはいいかもしれないな。ハウフニスはダメ捨てはなんか発動できないっていう話だから、とりあえずウォークライメテオラゴン爆誕していく。オッケー、エンドはかってこいや。どうした、
環境デッキなんじゃ、環境トップデッキなんじゃねえのか、そのデッキが、おい。 いや、こんだけさ、ウォークライ関係、あ、関係なんて言っちゃった。あの、ウォークライ全然関係ない永続トラップとか、採用しないと絶対に勝てないですよね。マジで。ウォークライの、なんか、あの、パワーだけで、勝てるほど甘くはないみたいなとこある。さあ、ダメージステップだ。ウォークライフォティアの効果。ウォークライフォティアの効果によって、ウォークライモンスター1枚を手札に加えることができる。よし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 。残り50しかねえぞ。どうする？ハーフニス出せよ！ハーフニス出してこい！くっそ。ハーフニス持ってねえな、これ多分。くっそ。最後はハーフニスをぶん殴って終わらせたかった。対戦、ありがとうございました。地獄みたいなハンドル草。ではまずは強欲で強欲なツボ発動。10枚カードをドローして、10枚カードをドロー。あ、なんかあんな、スターブラストきた。これが一番強いですよ、マジで。あの、春化粧とかで、ね、違う、これが一番強いですよ。スターブラストっていう方が一番強い。春化粧追加されて、なんか一応ウォークライに入れてますけど、結局一番強いのはマジでスターブラスト。なんでかっていうと、このカード増殖する G も春裏のも効かないから。令和の時代になって、モンスターの、手札のモンスターのレベル下げて召喚してやばいでしょ、これ。いけ！ウォークライ、バシレオス、攻撃表示で召喚。なんだこのクソギミック。セットエンドだよ。さあ、かかってこいよ、おら！かかってこい、バカだれ！もはやスキルドレインとかまで積んでいいよな、これな。スキルドレインまで積んでいい説ある、これ結構。ああ。もうなんかエレドリッチのアルティメット解雇感みたいなデッキだったけど、テラフォーミング。ああ、これなんかウォークライ、僕じゃねえや。ウォークライじゃねえや。ティアラメンツなんじゃねえの？ああ、ペルレイノ、ね、OK。いや、ペルレイノマジで、このカード強すぎる。イカれてるだろ、このカード。マジで。このカードのパワー、頭おかしいだろ。どう考えても。だってさ、いや、3個書いてあって全部全部おかしくない？これ、意味がわからん、ま。とりあえず、それは3枚墓地壊しはいいか。3枚墓地壊しはよくて、まあ、落ちた時に、まあ、打てばいいから。これ、後打ちできるんで、まあいいでしょう。さあ、ケルド落ちてる。ケルド落ちてんのか。いや、これ1枚破壊されますね。じゃあ、ケルドでハウスに戻すと、普通にあのペルレーノのあの効果でフィールドのカード1枚破壊できるんですよ。これがキモい。あのティアラメンツだけじゃなくて、なんか石突きミックであのティアラメンツを戻すと、その効果でペルレーノが反応してカード破壊してくれて、意味わかんないから、ほんまに意味わかんない、これガチで意味わ謎。このギミックに関してはクソやばい。いや、ソウルドレイン引いてないで、マジでね、ペルレーノ入られた瞬間にね、この、ね、永続系の、ね、カードで終わるんだよね。まあ一応ね、もう一枚あるから暗闇、まあ、だからもう一枚を頑張って死守していくしかないんだけど、まあとりあえずサリーク OK。 いや、ソウルドレイン引かないとマジで世界終わるんだよな、そうなってくると。ただのティアラメンツ、うわー出たー、戻してきてるで、ペルレイノ君の効果発動する意味不明。これおかしいって、絶対おかしいって。ティアラメンツの効果で戻した時にしろよ、せめて。なんで石図でさ、なんで石図で起動すんの、絶対おかしいよこれ、マジで。本当にあのティアラメンツとかいうカードのデザインというか効果考えたやつほど極系でいいと思うんだよ俺。過激派、もう極系でいい、マジで。ティアラメンツのテキスト考えたやつは、遊戯王をぶっ壊し2022年の遊戯王なかったことにしたやつね。ああ、マジで本当になんか何考えてんのみたいな感じだね。とりあえず一回クレアムスゴマジックのもう一枚あるんで、もう一枚発動しますよね、当たり前に。当たり前にもう一枚発動して、はい、でこれで石津はもうねえだろうな、さすがにな、石津もうねえの確認したから、これで一応今のところはまだ戻されないですね、今はまだ。まあちょっとどっかで引くけどな、相手どっかで引くから、そのどっかで引いた時
が一番やばいので、それまでに早くソウルドレインとかもう引かないといけないんですけど、いやきついですね非常に。あ、バシレオス君来た、バシレオス君来た。ではですね、オカメブ発動しますか。オカメブ発動、オカメブ効果でバシレオス墓地に送りながら、自分の墓地から地属性を特殊、あ、まあそう、これね増人本当は基本的にあんまり刺さんないんですよゴールデッキなんですけど、やっぱ結構オカメブで発動するとこ刺さっちゃうから、基本的にはねこのねあれですね、なんだスターブラストとか出した方がいいですね増人せっかく増人刺さないように組んでるのに。あとか、あとこれあれだな、ワンドローする効果入ってるから、これクマちゃんダメだね。これ金剣とか合金とか発動した後これ打てないや。これもいらないな。じゃあオカメブとナエカスだけでいいのかもしれないな、まあ、とりあえずぶん殴るわ。とりあえずお前墓地行け一旦。はい、でこれでぶん殴る。はい、でハウフに一応ケアしないといけないんで、ダメステ、ダメステですね、ダメステで打てばいい。ダメステで打てばハウフにさ出てこれない。まあ、ハウスに出てきたところ、出てきた、ハウスに出てきて墓地からですから、そうだよね。だからハウフニスはダメ。ハウフニスは一生ケアしないとダメ。これは。絶対に。まあ、ダメ捨てだったら発動できないから、ハウフニスは。でも、普通にそのメインフェルじゃない、バトルフェル中になんか、フリーチェーンで撃てるから、バシロス。ダメ捨て以外で撃っちゃうと多分、ハウフニス持ってたら、ハウフニスが出てきちゃうんですよ。とかいう、誰一人興味のないウォークライによるティアラメンツ狩り講座誰一人興味のないウォークライによるティアラメンツ狩り講座が発動されていく。で、ウォークライミディアムの効果を発動して、デッキからウォークライマジックトラップカードを1枚セットすることができるという効果。なんかあるけど、あれなんだろう、サリークだよな、多分な。サリークは一応表にできるから、フリーチェーンで多分。発動しますかって聞いてくると思うんだよね。で、ザ・ロッコボーカル効果、デッキからカードを手札に加えていく。これで、ちなみにフィールドのモンスターの効果一切発動しないんで、基本的には。これな、なんか金剣とか合金とかないときはこのなんかクマちゃんの方が強いけど、金剣とか合金から引いたときにクマちゃんで効果発動できないから意味ないから、これ多分クマちゃんじゃなくて、多分オカメブと森メザの方、森メザじゃねえや、なんだっけ、ナイカスの方がいいと思うわ。で、これで、ウォークライ3強団が並んだバトルフェイズ。ぶん殴る。で、攻撃宣言時の効果発動すると、ハウフニスが飛んでくるかもしれないから、これ効果発動しちゃダメで。あ、オッケー。シャドル意味ない。それは、暗闇あるから意味ない。おっ、キョ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 。で、殴ります。で、ダメ捨てで、ダメ系で効果。で、ダメ系で効果。ハフニスケア。よし。プルルプルルッと。くらえ。あと400。あと400か。ランク8でバーンダメージを与えれるモンスターいたらな。地属性の。そんなやつはいそうにないけど。さあ。さあ、お前のターンだ。まあ、おそらくほぼラストターンだろう。あとは石津を聞かれて、なんかそこのクライムスイコマジックメラーが破壊されないことを祈るぜ。俺は破壊されると困るぜ。かなり困る。よしよしあ、墓穴も来た。オッケーオッケーオッケー、墓穴も来た。危なかったぜ、めちゃめちゃに危なかったぜ。ミーディアム一応発動するか。ミディアム効果発動、ウォークライ、ザ・ロックウォークライを発動することができる。うわー、ちょっと一個言いたいのは、これウォークライの意味あるっていうね。はい、まあ、そういうことよ。で、11期最強と言われているテーマをティアラメンツにぶつけてるだけでも褒めてくれ。この環境で多分ウォークライ使ってるの、多分世界に俺しかないと思う。多分世界に俺しかない。これは自信を持って言える。うん、いたら教えてくれ。いないから多分。アギド
ちなみにダメ捨てはフォティア君たちの効果を発動しても大丈夫ってやつだぜ。よし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 、いいぞ。いけ、待ちなせ、分からせろ。うおー、ジェロブレバンナのダイレクトタッグ最強。何がウォッティアラメンスのバカ、誰がお届けやがってんだよ。これ何デッキだよ。マジでこれ、マジで何デッキこれ。これやばいな、これ。まあでもティアラメンズだったらこれで完封できるかな。ティアラ誰かに乗るわ。さあ NFZ。ちなみにあのここで、あの意外とねスプライト系のモンスターも割と闇属性とか多いんで、あのクライマスとかマジックミラーが刺さることはあります、普通に。あー、オッケーオッケー、ティアラメンズ来た、ティアラメンズ来た、ティアラメンズには刺さる可能性ないと今のところ。いいぞ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 、それはいい、いいいいいい、非常に素晴らしい。で、暗闇からのソルトレインで、完封ですね。ペルレイノがまた発動、毎回毎回さ、俺と対面するティアラメンツ使い全員ペルレイノ発動してるんだけど、これ制限カードじゃないの、毎回全員発動してるんだけど。あ、サリークね、いいよ。あ、じゃあソリー、ストリー、スクリームか、スクリームいいよ、問題ない、一切一切合切問題ない。ティアラメンツレイノハート、いいだろいいだろ、いいよ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 、絶望の最強カードを発動してやるよ、行くぜ。うおー、ソウルドレインを発動。このカードがフェイド上に存在する限り墓地のモンスターも除外されているモンスターの効果は完全に無効化される。マスクチェンジセカンド、え、これ、あ、水属性じゃん、やばい、え、待って、これ やばいかもしれない。え、水属性ヒーローってアシッとしれないよね。え、これこれもしかしてあのハーピの晴れ巻き言ってます。あ、あ、え、え、あれ、おかしいな。俺はティアラメンツ敵とデュエルしてたはずだが、おわお、ふざ、強っ、え、え、おかしいよこのデッキ。ティアラメンツしか最低限出せない縛り付けを。